はい、こんにちは。今日も習慣化のお話をしていきます。誘引習慣ということで、あまり聞き慣れないというか初めて聞く人が多いんじゃないかなっていう習慣のパターンを今日はお伝えをしていきます。実はこの誘引習慣っていうのは習慣化の最終目的地になるんですね。ワンピースでいうところのラフテルっていうことなんですよ。つまりこれを身につけることさえできれば、習慣化は皆さんは蹂躙したのと同じものになるという、そんなお話です。で、ごめんなさい、何日か前に、1週間以上前かなに、イフゼンプランニングっていうお話をしたんですけれども、どうやら5分手前のところで止まっちゃったみたいなんですよね。なので気が向いたらまた動画を撮り直そうかなと思うんですけど、何せ元の動画も消してしまって、でかつ元のこう原稿もなくしてしまってっていうので、どうしようかなと思ってるんですけど、それは撮るか撮らないかちょっと気分次第なんですけれども、今日のお話をちゃんと止まらずにアップすることさえできれば、その必要はないかなというふうに思ってます。それは、これをお話をしていたら、後々紐解いていきますので、楽しみにしてください。ということで、まあ、毎日毎日皆さんの中でもやろうと思っていることをやるぞって気合を入れて、で今日は何からやろうかなって考えてるっていうと、ちょっとしんどい時ってあると思うんですよね。あ、今日は何やろうかな、あれかな、これかなって考えるのって結構大変だったりすると思うんですね。でいくらそれが習慣化をできていたとしても、スタートが少し大変っていうだけで、まあ、挫折につながってしまうという、そんなお話を何回もしてきました。だから20秒ルールをしましょうとか、Fゼンプランニングしましょうとか、朝起きた時にコミットメント早期タイミング、このためにやるんだっていうことを思い出しましょうとか、そんな話をこれまでしてきました。考えることも気合を入れることも、しなくで、何かのきっかけで反射的に体が動くようになればめちゃくちゃ楽だと思いません？っていうのが今回の誘引習慣っていうお話になっていきます。誘っていう字がいいですよね。皆さんもどうです？美女とか美男にかこ、こうね、お姉さんお兄さんこっち来ないって言われたらホイホイついていくって、やっぱりね、男女の差があると思うんですよね。人間の差としてあると思うんですよね。習慣化が難しいと思われている行動っていうのを習慣化できている人っていうのは、本人が意識しているかどうかっていうのに関わらず、実はこの誘引習慣っていうのをきちっと作っているっていうデータが出てきたんですね。でこれ何かっていうと、運動の習慣って実は人間があらゆるこう身につけたいと思っている習慣の中で、まあ、結構上位の難しさらしいんですね。運動の習慣を身につけるっていうの、ね、だから皆さんも1回2回こう走りに行ったりとか、ちょっと1週間だけ筋トレをやってみたとかっていう経験はあっても、それが続かないっていう傾向って結構高いと思うんですよ。で、失礼だったら申し訳ないんですけどね、はい、いや自分は続いてるしって、そうなんですよ。皆さんは続いてる方も中にいらっしゃるかもしれないですけど、なかなかそうじゃないという方も多いというところなんですね。で、その運動習慣を身につけるにあたってのアンケートを取って、でこれどういうふうなアンケートだったかというと、運動習慣を身につけるためにあなたはどんなことをしていますかっていうアンケートを取ったんですね。でその結果、集計を取っていくと2つのパターンが多いということが分かりました。その1つが誘引習慣ということで、例えば朝起きたら歯を磨くとか、食事をとったら20分の散歩がてらジムに行くみたいな、こういうことがあったらこういう行動をするっていうきっかけに対しての行動を決めてしまうという方法ですね、はい、で2つ目の実行習慣っていうのが、ジムに行ったらまずスクワットをして、でベンチプレスをやって、最後にクランチをやるっていう風に、あらかじめどんなトレーニングをやるのかっていうことを具体的に決めておく。だから何をやるのかとか、何回やるのかとか、インターバルはどのくらいの時間取るのかっていうのも全部決めてしまって、ルーティンを作っておくと。だから決めたことを着実にこなすっていう方法ですね。でこの2つの方法を取っている人が運動習慣が身についていたということなんですけれども、比較をすると確かにどっちも習慣化できてるんですよ。ところがより長く続いたのは、こうなったらこうするっていう誘引習慣っていう方を実行している人の方がより長く運動習慣が身についたという結果が出ていました。はい、つまりだからやるべきことをリストアップしておくっていうよりも、こう1から10までこれやって、あれやって、ああやって、そうやってっていうのをリストアップするよりも、何々をしたらこれこれをするというようにきっかけを作っておく方が結果的に長続きするということなんですね。だってこうリストアップ考えるのもめんどくさかったりするじゃないですか。でもこれやったらあれやるっていう風に、もう反射的にね、強いに手突っ込んだら、あっつってこうね、手をこうのけるようにするのと同じ感覚なんですね。もうこうしたらこうすると、だから朝起きたら歯を磨くとか、
あお腹いっぱい、さあ散歩に行こうっていうような、そんな感覚にしてしまったらいいということなんですね。でこれがこの誘引習慣っていうのは、もうお気づきの方たくさんいらっしゃると思うんですけど、実はイフゼンプランニング習慣化の帝王っていうことなんですよね。だからこういろいろ決めておくことよりも、こうなったらこうするっていう風に反射的にしてしまうっていう方が、こう圧倒的に習慣化が身につきやすいということなんですね。だからイフゼンプランニングって習慣化の帝王だなんていう風に言われているわけなんですよ。はい、でポイントはシンプルにきっかけだけを決めておくっていうことです。だから考えすぎずに最初の一歩こうなったらっていう部分だけ決めてしまって、してしまったらということなんですね。ところが何も考えずに、じゃあただそのきっかけ作ったらいいのかっていうと、なかなかそうはいかなくてですね、きっかけの丸々したらの部分っていうのはしっかりと練って決めておくことっていうのが大事なんですよ。でそこのスタートっていうのがけつまずいてしまうことによって、本来やるべきこととかやりたいことの習慣化まで至らなくなってしまいますので、この何々したらのポイントがちゃんと何々するという行動に結びつくためのその if にしておかなくちゃいけないということですね。 if がちゃんと整ってないのに善までたどり着かないということなんですよ。だから例えばですけど、皆さんが普段あんまりやらないことを if にしてたとしても、その発動きっかけっていうのがあまりにも回数が少ないとか、きっかけとして弱いってなってしまったら意味がないっていうことなんですよね。だから普段走りに行く習慣がない人が、走りに行ったら筋トレをするって、じゃあその走るっていう行動いつ起こるのってなったら、まあ半年に1回かなってなってしまうと、筋トレもそのペースになっちゃうっていうことなんで、これは注意ですよっていうことです。きちんとしたきっかけさえ作ることができれば、習慣を皆さんは蹂躙できる帝王になるということなんですね。イフゼンプランニングを身につけた帝王になれるということなんですよ。前のね、イフゼンプランニングでもお話ししましたけど、ホスト界の帝王がローランドさんだったら、習慣化の帝王は、もうイフゼンプランニングということで、イフゼンプランニングというのを身につけることによって、習慣をもう蹂躙、皆さんの掌握握っちゃってくださいということです。何が言いたいかというと、イフゼンプランニングは最強、誘引習慣は最強ということでした。ということで、まずは皆さんが普段起こっている中で結びつけたいなと思うきっかけの行動は一体何なのかということを洗い出すということからやってみてください。ということで、本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。